より小さい太平洋クラブチャレンジ最終日31日太平洋クラブ高南コース埼玉県7224ヤードパー72より大きいダブルコート平成の怪物松坂大輔氏のドライバースイング連続写真国内男子株安倍松アーの最終ラウンドが終了した1打差の2位タイで最終日を迎えた北村光一がロッパーディボギーなしの 66をマークトータルワンフォーアンダーで逆転し、ツアー初優勝を果たした。父親はタレントとしても活躍する北村春を弁護士で、中央大学時代は自身も弁護士を目指していた。大学4年からプロを目指すことを決意、本格的にゴルフの練習に取り組み、卒業後の2009年にプロテストに合格した。 17年には初のシード権を獲得するも1年で手放すな独占が続いていたが、今大会でプロ15年目にして悲願のツアー初 V を飾った。トータル1アンダー2位に吉本翔雄、トータル1アンダー3位対にはアマチュアの福住治、専修大学4年、島海聡太、植木翔太、トータル 1, 1アンダー6位に松本翔太、トータル10ア1 0ー7位に増田雅光が入った。 ルーキーの大島公はトータル5アンダー31位タイ石川遼の弟渡るはトータル4アンダー4 1位タイで最終ラウンドを終えたアマチュアとして初参戦した元メジャーリーガー松坂大輔氏は予選落ちとなっている